1957年58年冬時点のテモーにおけるメディオラヌム。ミュンヘン中央駅に停車中のメディオラヌム。メディオラヌムは西ドイツのミュンヘンとイタリアのミラノを結んでいた国際列車である途中オーストリアのチロル州及びブレンダー峠を経由していた。1957年に T として運行を開始した。1984年にインターシティに変更されると 共に、ドイツ側の運行区間をドルトムントまで延長した。1987年にユーロシティになる際に、レオナルド・ダ・ヴィンチと改名された。なお、メディオラヌムという列車名は2001年に、バーゼル・ミラノ間のインターシティとして復活している。列車名は、ミラノのラテン語名に由来する、イタリア・オーストリア国境のブレンネロ駅現在の、オーストリア・チロル州と、 イタリアボルツァーノ自治県の境界のブレンナー峠を越える鉄道が開通したのは1867年のことである。この路線はドイツなど中央ヨーロッパとイタリア、地中海と結ぶ重要な幹線となった。最高地点の標高は1370メートル、最急勾配は26パーミルであったが、長大トンネルは存在しなかった。百五十七年の T 導入以前、 ミュンヘン・ミラノ間の最速列車はアルペンエクスプレスで所要時間はミラノ行きが10時間43分、ミュンヘン行きが10時間45分であった。1956年のヨーロッパ時刻表会議で翌1957年から T の運行を始めることが決まり、そのうちの一つとしてミュンヘン・ミラノ間にイタリア国鉄のある442、 448型機動車による T メディオラヌムが設定されることになった。しかしイタリア国鉄がブレーダ社に発注していた車両の納入が遅れたため、6月2日の T 発足には間に合わず、メディオラヌムが実際に運行を始めたのは10月15日となった。運行開始時点での所要時間は、ミラノ行が7時間20分、ミュンヘン行が7時間34分と、 T 以前と比べ約3割短縮された。その後所要時間は徐々に短縮され、1960年にはミラノ業が7時間を切っている。1960年代末になるとイタリアの機動車が他国の T 用車両と比べ設備面で見劣りすることが問題視されるようになった。1968年の時刻表会議で西ドイツ国鉄はメディオラヌムを廃止し、 代わって、西ドイツの国内 T で、ミュンヘンでメディオラヌムと接続していた、ブラウェル・エンツヤンをミラノまで延長することを提案した。イタリア国鉄はこれに反対し、将来は新型客車で置き換えることを約束するとともに、当面の措置として西ドイツ国鉄の601系、機動車で置き換えることに決まった。 601系機動車への置き換えは1969年6月1日のダイヤ改正で実施された。これは同改正でティーパリルールが客車列車化されたことにより余った車両を利用したものである。601型は走行性能の面でも優れており、26パーミルの上り勾配を時速60キロメートルで走ることができた。 これにより所要時間は6時間48分にまで短縮された1972年にはイタリア国鉄の国際 TO 客車が完成し8月20日からメディオラルムは電気機関車牽引の客車列車となった電化方式はブレンネル大阪に北の西ドイツ、オーストリアが交流 15KV、16に 3Hz で南のイタリアは直流 3KV であり ブレンネロ駅で機関車の交換が行われた。客車化によって所要時間はやや伸びたが、それでもあるに442、448型機動車の頃よりは短かった。1982年には T リーグでレ,レマノガ2等車を連結した国際インターシティに種別を変更し、メディオラヌムは唯一残ったイタリア国鉄車による国際 T となっていた。 1984年6月3日の夏、ダイヤ改正でメディオラヌムもインターシティに変更され、同時に運行区間をドルトムーンとミュンヘンミラノ間に延長した。1987年5月31日のユーロシティ発足とともに、メディオラヌムはユーロシティになったが、列車名はレオナルド・ダ・ヴィンチと改められた。その後、 メディオラノムという列車名は2001年6月10日にバーゼルミラノ間の国際インターシティの名として復活したが T 時代の運行区間とは関係なく使用車両もスイス国鉄のものであったこの列車は2004年12月12日にユーロシティに昇格するとともにチザルピーノの運営になったユーロシティレオナルド・ダ・ヴィンチは1991年夏ダイヤ改正で ミュンヘンミラノ間に短縮された。この他、ブレンナー峠経由のミュンヘンイタリア間には、ユーロシティが以下のように新設された。2010年から11年冬、ダイヤ時点において、ブレンナー峠経由のドイツオーストリアイタリア間のユーロシティは以下のように運行されている。ローマへのユーロシティは現存しない。この他ミュンヘンインスブルック間のユーロシティ1、往復があり、 週に1日のみ峠を越えてボルツァーノまで延長される。これらを合わせると、ミュンヘン・インスブルック、ボルツァーノ間では、約2時間間隔の等間隔ダイヤとなっている。イタリア国内で運行を担当しているのは、北ミラノ鉄道であり、ミラノでの発着駅は、ミラノ・ポルダガリバルディ駅である。これらのユーロシティは将来レールジェットに置き換えられる、計画がある。欧州連合は、 欧州横断輸送ネットワークの一つとして、2015年を目処にベルリン・ミュンヘンベローナ・ナポリ・パレルモの鉄道軸の改良を計画している。その一部として、ブレンナー峠ではブレンナーベーストンネルが建設されている。また、オーストリア領内のイン、川谷の路線の高速線は2012年に開業する予定であり、これらにより所要時間は大幅に短縮される見込みである。 T 時代のメデオラルムの停車駅は以下の通り、ある2442、448型機動車1957年の運行開始時点で用いられたのは、イタリア国鉄所属のある2442の448機動車である。2両固定編成で用いられており、定員は90名。また食堂車はなく、厨房から各座席に直接食事が運ばれる方式で、 空調設備は装備されていなかった。1969年6月1日から使用車両はドイツ連邦鉄道の601型機動車に変わった。これは7両編成で用いられたが、両端の2両は動力車で旅客のためのスペースはなく、客車は5両である。編成定員は122名で、食堂車も備えていた。1969年当時、この車両は、 フランクフルトイコールグリースハイム車両を基地に所属していた。フランクフルトミュンヘン間の特急列車、インターシティ・プリンツ・レゲントと共通の運用が行われており、フランクフルトミュンヘン・ミラノ間を2日で1往復した。1971年に西ドイツでインターシティの運行が始まってからも、メディオラルムの車両はフランクフルト、または、 ビースバーデンとミュンヘンの間のインターシティと共通の運用とされた。この時期、車両は、形式上は、ハンブルクアルトな車両基地所属とされていたが、実際には、フランクフルトを拠点に運用されていた。イタリアの客車で運転されるティーメディオラルーム。牽引機は西ドイツ国鉄の111型。1972年8月20日から、 メディオラルムの車両は、イタリア国鉄の国際 TO 客車になった。編成は5両からなり、1等コンパートメント車2両、食堂車1両、1等開放座席車1両、荷物、電源車1両で、編成定員は144名である。牽引した電気機関車は、ブレンネロ大阪に、北のミュンヘンブレンネロ関話西ドイツ国鉄、または、 オーストリア連邦鉄道の交流機関車、南のブレンネロミラノ間は、イタリア国鉄の直流機関車である。北側では当初西ドイツ国鉄の110型、または112型機関車が用いられたが、1974年以降は、西ドイツの111型、またはオーストリア国鉄の1044型となった。南側では、 E444 型機関車が主に用いられたが、時期によっては E646 型、E656 型、E632 型、E633 型が牽引したこともある。ありがとうございます。